輪島市の山あいで、おととい、熊が檻にかかっているのが見つかりました。その後、熊は檻から逃げ出しましたが、輪島市内で熊の出没が確認されたのは、これが初めてです。こちらがその熊の画像。地元の猟友会の会員がおととい朝、イノシシを捕獲するための檻の中に熊がいるのを見つけました。その後、応援を求めて現場を離れた際、熊は檻から逃げ出したといい、その後も警戒が続いています。民家から1キロほど離れたこちらの場所で熊が見つかったということです。熊が見つかったのは、輪島市下山町の山あい。輪島市では過去にも熊の目撃情報はありましたが、熊かどうかはっきりせず、確実に熊とわかる状況で確認されたのは初めてです。こちらは県が公表している熊の分布図です。かつては加賀地方にしか生息していなかった熊ですが、その後少しずつ生息域を能登地方へと広げていきました。そして6年前からは奥能登にまで進出してきています。個体数が増えている可能性があるので、加賀の方で周遊できなくなった、熊が、北の方へ移動しているのではないかと考えられます。去年県内では熊の目撃件数が869件、人身被害も15人といずれも過去最多となっています。輪島市や猟友会ではこれから山菜採りなどで山に人が入るシーズンとなるため注意するよう呼びかけています。